マツダ新型マツダに勝法。小気味良い走りと小型車離れした上質感で、根強い人気を集めるコンパクトハッチバックマツダ2がリニューアル。スタイリッシュな佇まいが与えられた新グレードを、追加することでより身近な存在となった。ここでは注目グレード BD を中心にその魅力をお教えしよう。 ビッグチェンジで二つの個性を追加。グレード体型を再編。カジュアルな BD を追加。ロングノーズ化や大開口ラジエターグリルを巧みに取り入れることで、スポーティマインドを巧みに引き出す。これが松田が掲げるデザイン哲学、魂動デザインの一つの特徴。松田のエントリーモデルを担う松田にのスタイルも、この 魂同デザインの考え方が反映されているが、今回実施された商品改良では、最新のデザインアプローチが加わることになった。今回の改良において最大の変更と言えるのが、グレード体系の一新に伴う新たなスタイリングの提案。従来型の基本デザインを踏襲する C やスポート、スポルト。 サンリットシトラス、サンリットシトラスに加えて、新デザインの BD、ブランクデッキを新たに投入したのだ。主力として期待される BD 系の特徴は、明確なデザインのリファインが挙げられる。フロントグリルの大きなグリルフレームはそのままに、横断するように樹脂パネルを配置することで、フロントマスクの雰囲気が大きく変わっている。 この樹脂パネルは OP でカラーの変更もでき、カラーの組み合わせによる面向きの変化も可能としている。さらに OP で白または黒のルーフフィルムを装着できることも見逃せない。2トーンのボディカラーはトレンドの一つだが、これを塗装ではなくフィルムで表現できることがポイントで、凝ったしぼ地柄を組み合わせることで、 厚手のキムジを思わせるような独特な光沢が楽しめるようになっている。選択したボディカラーによって可能な組み合わせは異なるが、BDK のカラーコーディネーションの数は全198通りにも及ぶ。自分好みの色をリーズナブルな予算で演出できるのも魅力だ。可色パネルも一新。内装カラーの選択肢を強化。 インテリアの変化も見どころの一つ。インパネの可色パネルの一部に植物由来樹脂を採用することで、インテリアカラーの選択肢が増している。この植物由来樹脂は環境負荷軽減も狙いの一つだが、無塗装ながら水研ぎ塗装と見まがうばかりの平滑と光沢を実現しており、質感の向上にも大きく寄与している。 そして個性をさらに際立たせるのがアクセサリー設定。例えば、ドアミラーガーニッシュはオレンジンブラック、シルバーの3色を。ホイールカバーにはワンポイント色を。差し込んだタイプも含めて6色を用意するなど、好みの組み合わせで一味違った私仕様を仕立てられる。カラーコーディネーションが全198通りともなると、 どれを選べばいいのか。悩んでしまうユーザーもいることだろう。そこで用意されるのが、アクセサリーを用いてカスタマイズされた。ルーキードライブ、ルーキードライブ、と、クラップポック、クラップポックの二つの仕様だ。いわゆるセットメニューという立ち位置になるが、新松谷のキャラをわかりやすく教えてくれる象徴と言える。 BD を積極的に売り出す商品改良は、松にのイメージチェンジとなるのは間違いなく、従来型とは違った魅力をユーザーに訴えている。標準の BD をベースに各所を自分好みにアレンジしていくのもよし、すでにアレンジされているルーキードライブ、もしくはクラップポップを楽しむのもよし、いずれの仕様を選んだとしても、 単なるフェイスリフトではなく、新生松谷の大きな変化を実感することができるはずだ。新型松谷価格グレードバリエーション。15BD ルーキードライブ。初めて車を購入するユーザーへの新提案。BD は198通りのカラーコーディネーションを楽しむことができるが、ルーキードライブ、ルーキードライブは、 マツダのデザイナーがおすすめする組み合わせにカスタマイズされたコンプリートキットモデル初めて車を購入するユーザーを意識したチョイスが盛り込まれているフロントグリルはホワイトを選択向かって右側上部にはレーシングオレンジのアクセントパーツが配置されているドアミラーガーニッシュもレーシングオレンジを配置 足元のホイールはフルホイールキャップでデコレート。撮影者はボディカラーに合わせたレーシングオレンジ。エアストリームブルー M の組み合わせ。リアビューを引き締めるリアルーフスポイラーもレーシングオレンジを採用。フロント、サイド、リアにはボディデカールも用意されている。バイオエンプラ素材のデコレーションパネルは3色が用意されるが、 撮影者はグロスライトブルーを装着している。15BD クラップポップ。色の対比で洗練された雰囲気を強調。白をボディ各所に配置することでボディカラーとの2トーンコントラストが楽しめる。もう一つの BD 専用コンプリートキット。推奨ボディカラーはディープクリスタルブルーマイカ。 プラチナフォーツメタリックの2つ。アーバンスタイリッシュな世界観が楽しめる仕様だ。撮影者のボディカラーはディープクリスタルブルーマイカ。フロントグリルはホワイトを装着。ボンネットの中央にはセンターでカールセットを配置。ルーフはホワイトのルーフフィルムをインセット。2トンカラーをリーズナブルな予算に実現できることも見逃せない。 ドアミラーガーニッシュもホワイトと統一感を意識したコーディネート。フルホイールキャップセットはセラミック M。個性的な風貌をより際立たせてくれるキーアイテムだ。15BD、ベースモデル。基本となる新ベーシックグレード。新たに設定されたベーシックグレード。ボディカラーは11色、インパネカラーは3色、ルーフカラーは3色。 ホイールキャップカラー6色を組み合わせることで、全198通りのカラーコーディネーションを楽しむことができる。撮影者はスノーフレークホワイトパールマイカの最もベーシックな仕様になる。パネルカラーはピュアホワイト、グロスブラック、グロスライトブルーの3色を設定。素材そのものに色がついているため、 緻密な肌合いが楽しめることも特徴。撮影者は1.5ガソリン車だが、1.5ディーゼルターボ車でも BDK は選択可能。リーズナブルな予算で楽しめることも見逃せない強みだ。XD スポート。スポーツ性を強くアピール、希少な6足 MT 車も用意。カジュアルベーシックな BDK に対して、スポート。 スポルト、K は、専用のアルミホイール、16インチやメッシュグリル。ルーフフィルム、ブラック、などでスポーティーな味わいを強めたグレード。FF 車限定になるが6速 MT 仕様も選べる、希少なキャラも与えられている。従来のブラックトーンエディションの流れを受け継いだインパネ。シートは赤ラインが刻まれたブラックシートを装着している。 ルーフフィルムは静観さが際立つブラックを用いることで、スポーティーなニトーンスタイルをアピールする。